レパードツリードッグとは、アメリカ合衆国のノースカロライナ州原産のツリーイングドッグである。犬種名は、本種の毛色が表っぽく見えることに由来する。現在は、アメリカンレパードハウンドと呼ばれる。別名は、アメリカンレパード、アメリカンレパードカー、レパードカーとも呼ばれることがあるが、実際はカーでなくクーンハウンドの仲間である。 カタフーラレバードドッグと混同されることも多いが、カタフーラは、ルイジアナ州のカタフーラ湖から来る名前なので別種である。18世紀頃に作出されたツリーイングドッグで、アメリカへ移住してきた様々な国の移民が持ち込んだ猟犬や牧畜犬が自然に交雑して犬種になっていったものである。ツリーイング猟で、アライグマやクマを木の上に追い詰めるほか、牧羊犬として、 羊の誘導も行えたため原産違いでも飼育されるようになり人気の犬種となった。ツリードッグ種としてはアメリカ最古の種である。しかし1950年代頃になると雑種化が進み純血の犬の数がかなり少なくなってしまった。そこでレパードツリードッグの犬種クラブが1959年に発足し血統の登録制度を強化したり純血種の保護を 行ったりして何とか頭数を回復することができた。近年はペットとしても飼育されるようになり、ツリーイングドッグの中では再び人気の犬種にもなった。なお、ほとんどが北米で飼育されているため、その他の地域には滅多に出回らない犬種である。姿はセントハウンドタイプだが、能力はハーダータイプの犬種の血を強く受け継いだ犬であると言われている。コートは、 滑らかなショートコートで、毛色はマール系のあらゆる単色、服色であると定められているが、レッドなどの普通の単色の犬もいる。一服で生まれる子犬の毛色は通常バラバラである。タレミミタレオで体高51から66センチメートル、体重22から44キログラムの大型犬。性格は有効的で従順で、しつけもよく入る。 子供に対しても寛容である。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役成分同振興者、2007年ドック、ブリードインフォセンター、レオパードカーの画像と解説付き HTTPS、w w w a ク、o r g ドック、ブリズ、アメリカンレオパードハウンド。ありがとうございます。